ありがとうございます、次の曲は、お聴きいただいたことがある方たくさんいらっしゃると思うんですけれど、1曲だけ混ぜてる、日本の歌手の方の歌です。朝日の中で
荒井由実さんの14番目の月というアルバム14番目の月というアルバムに入っている、1971年に発売されたアルバムの曲です、うん